帽子を買った途端に梅雨入りで全く日差しが出ない。どうも北澤です。今回はウィンファイブスを7月4日始めていきたいと思います。競馬ナビゲーター。では早速1レース目、西武スポニッチ賞ですね。小倉ダート 1700m、このコースの特徴を書いておきます。まあ外枠有利、前走は1700から1008、やや距離短縮が有利かなという程度ですね。そして今回のポイント、スロー濃厚と書きました。あんまり出が速くない馬が多いかなという感じです。で7頭立てと寂しいんですけど、一応形としては規制勢力コバ VS ハンディズピークという感じですかね。でハンディズピーク単体で見た時に別にそんなに超飛び抜けてるってわけじゃないと思うんですけど、他がちょっとね成績的にどうかな、微妙だなっていうのがあって、おそらく抜けた人気になると思います。でだけど実はどうしてショート数だけど難関のレースだと思ってます。で、まあ、いろいろ考えた結果この2頭でいきたいです。まずハンディーズピーク、今話してきたように小馬勢がちょっとあんまり信用を置けないというか、爪が甘かったり後方からの競馬だったり金層パッとしなかったりとかっていうのがあるので、もうねシンプルにこの前走の勝ちっぷりだったり新馬の勝ちっぷりを評価して買いたいですね。だから2走前みたいにちょっと後方からになった時にどうかなっていうのがあるので、まあ、1等チョイスっていうのはちょっと怖いのかなと思って一応ね2投目を選んでみました。でハイパーノヴァと迷ったんですけど、まあ、どうしても後ろからになってしまうところがハイパーノヴァが気になって、一応リバプルタウンにしました。前走14ヶ月の休み明け骨折明けのところからの、まあ、スタートからね、一瞬こう逃げられるのかなっていう出だしの足は良かったです。だからそこからちょっと外から来られたりとか、というところで、まあ、ちょうど中段あたりの競馬になっちゃいましたね。それでも最後まで、まあ、諦めてない感じの競馬でしたし、長期休明けを叩いて、まあ、上積みあるんじゃないかなと思います。2走前が何といっても1勝クラス 1.3 秒差勝ちの大差勝ちでしたので、潜在能力はここでも通用すると思います。まあ、1回叩いてどこまで変わるんだってね、そこはもう一か八かですけど、ショート数だし揉まれないと思うので、ますますのスタート切って2、3番手つけられれば、一変があってもいいのかなと思います。非常に難しいレースですけど、ここはこの2頭でいきます。では2レース目、さくらんぼ特別福島芝 1200m。 過去9年この舞台としては、まあやっぱり固めなんですけど、4コーナー3番手以内、内枠よりですね、開幕時期もあるんでしょうけども、こんな傾向です。前走1002から1004が良くて、やはり4コーナーの英語前走においても4コーナー5番手以内とか先行力見捨てた馬がいいです。そして今回のポイント、まあ、平均やや早め想定なんですけど、スタートと枠順次第でいくらでも変わるメンバー構成かなと思います。 1200m の割にスタートが良くない馬が多いと思います。ライバーバードとかあんまりスタート良くないし、あとはバカラクイーンも先行馬の割に5、2走とかね3走出が良くないですよね。4走前はもう抜群のスタート切って前から行けたんですけど、そこまででもないというところっていうのが面白いのかな、微妙な難しさを出しているポイントですね。バスクベルに関しても、まあ、前走でスタートが飛び切り早いわけじゃなく二の足でちょっと前に行ったっていう感じだし、原発ジャイアンもそこまで速くないというところで、もう天性の素質とかスピードで前に行くっていうタイプがいないんじゃないかなと思ってます。でそんな難しいレースですけど、ここはこの2頭ですね。まず、バスクベレー、そんなにスタート速くないって言ったんですけど、前走が初の戦にしてはまあ悪くなかったかなと思います。ちょっとスタートは普通だったんですけど、二の足でまあ前そこそこ行けて、直線も差しが決まったレースだったんですけど、早め先頭というか一旦先頭に踊り出る場面があっての最後を刺された感じ、あの内容は悪くなかったと思います。ちょっと3ヶ月空いたところが非常に気になるところではあるんですけど、他がねあんまりちょっと微妙な面があるので外枠はやや気になりますけれども、怖いな怖いんですけど、まあでも馬場が多少渋ってもいいんじゃないかなっていうのもあって、買ってみたいと思います。
でもう一頭お嬢の奇跡、なんかさっきのリバプールタウンみたいにちょうど1年ぐらい休んでた時に2戦目っていうのは一緒なんですけど、過去の成績実績面休む前からの考えたらここでは力は上だと思います。であとは前走スタート一息から一気に内に潜り込んで上がっていったんですけど、その上がっていく時の足がすごかったんですね。あの瞬間、まあ、向こう上面で3コーナー入る手前でしたけど、スッと上がっていってね、あの足をうまいタイミングで使えたらこれはすごいことになるんじゃないかなと思って、見たのを覚えてます。まあ、そのあたりから13回ズブレを叩いての上積みを込みで、過去の実績も込みで買ってみたいですね。ただ元々スタートが良くない馬なので、その部分がやっぱり気になるところ、まあ内枠4番のところ、あとはね、後入れの偶数馬番でどれだけなんとかカバーできるかというところが、せめてもの救いかなと思います。あとはまあ差し出し確実なライバーバードもやっぱり出がちょっと良くなかったりして、というところですかね。だから怖いのは、まあ、すんなり出遅れせずに出た時のバカラクイーンだったりゲンパチアイアンだったりとか、というところですけれども、まあ、僕は普通にスタート切ってくれと信じてのバスクベレーとお嬢の奇跡の復調、そして過去の実績面からのところですかね。この人は多少ババ渋ってもいいんじゃないかなというのがあります。あとはもうコバがあんまり大したことないんであれば3歳に期待して、カンタベリマッハなんかもね、結構迷ったところではありました。ただ鼻取り切らないと、息切らないとちょっと脆いのかなと思ったんで選ばなかったんですけど、血統的には道はなってもこなせそうだし、ポントレって行き切ったら確かに怖いなというのはありますね。まあ、でも今回はこの2頭でいきます。それでは3レース目、トモエ賞函館芝 1800m ですね。過去10年固めです。4コーナー4番手以内、内枠エリートのはっきりしてます。金亀 SSK 欧州型、まあ、割とどれでも来るかなというのがあります。で今回のポイント、平均からスロープエース想定というところです。でコース形態とメンバーからも4コーナー4番手以内でないと厳しいかなと思います。で先行したい口がちょっと外にないままとマイネルファンロン、マイネル勢がいるんですけれども、あんまりなんか素晴らしさを感じない2頭ですよね、この2頭ね。切れない馬で、じゃあ確実に前に行けるかというと、そうでもない、なんか押して押してみたいな印象があって、ずぶそうな印象、ちょっと行ききらない可能性も出てくるかなと思います。それを考えたときに、じゃあ他に来たのもマドラスチェックとバラックパリンカぐらいかなという結論です。でマドラスチェックの先行力は極めて魅力ですね。実は、まあ、ずっとダート走ってるけど新馬勝ちが芝ですし、3歳春クイーンカップでクロノジェネシスの0秒6差というところを考えると、まあ十分ね、あのレースはスローだったんであんまり差はつきにくかったのはあるにしろ悪くないですよね、芝が。まあダート走ってきて、まあ、洋芝というところを考えればパワーが向くだろうし、この今言ったようにすんなり逃げられそうな先行力っていうのは怖いんですけど、まあ、いかんせんそれ以来のかなり久々の芝で牝馬で57キロを背負わされるっていうところはちょっと気になりましたね。で3ヶ月の休み明け、なんかここを叩いてどっかの交流ダートの G2G3 あたりに行くんじゃないかなっていう気配がして、最後の最後で迷って買いませんでした。だから本当に繰り返しますけど、展開的には本当3投目買うならマドラスチェックにした方がいいんじゃないかなと今でも思ってます。ということでここはこの2と、まずバラックパリンカ、結構大穴気味ですね。ここは荒れる可能性もあるかなというところで選んでます。3走、まあ、3勝クラス勝った時のレースが余裕があって、上のクラスでオープンでもやれるんじゃないかなとずっと思ってました。ちょっと気象難とかいろいろあったりしてあんまり力発揮できてないんですけど、万葉ステークスの後去勢されて 4×3 の休み明け、まあ微出血もあっての惨敗だったんですよね、万葉ステークスが。そこからの前走悪くなかったですね。0秒73の発着スタート、まあ、まずまず出て、そこまで、そんなにめちゃくちゃ押したという感じではない、感じで、まあ、3番手追走1008に目処が立ったと思います。そこのあたりで、まあ、ちょっと強制で気象が少しでも成長してるんであれば、
買ってみたいなという感じはしますね。内枠引いたし、すっと先手を取ってくれればって感じですね。まあ、何しろ両脇がスタート良くない後方からの馬なので、まあ、ズゴモにしてもサトンエルトルにしても、そこはねチャンスだと思うんですよね。で、まあ、前走重賞、そして2走前の勝ちっぷりとかを考えるとサトンエルトルももちろん怖いんですけど、毎回の出遅れ癖、そしてミホステークス勝ったとはいえ、やっぱり最初出が悪くて後ろからなって、最初の直線のとこを生かして押し上げていったので、1コーナーまで短いこの函館芝1008だと結局行き足つかず後方からの競馬になりそうだなっていう気がして、サトノエドルはねちょっと選ばなかったんですね。もちろん能力は高いとは思うんですけれども、まあ、そのあたりで両脇の馬の客室考えた時にバラックバリンカいけるかなという感じがしてます。そしてもう1頭ワールドウィンズ、まあ、この馬は機動力もありますし1008でも勝利実績もあるというところですね。マイラーズカップもあれだけの高タイムの高速決着の中0秒5差9着なら悪くないと思います。でスタートも良かったし、そこから、まあ、あえて控えたというか無理していかなかったのであの位置取りだったんですけど、そこから4コーナーの過ぎてからの伸び足とかも諦めずに最後まで走っていたので悪くないと思います。この舞台に必要な先行力だったり機動力スピードっていうのもあるんじゃないかと考えてますね。そのあたりで前走重賞組っていうのはこのレースいいですし、あんまり後ろからならともちろん怖いのはあるけれども、中段前目あたりにつけてくれれば、ここでは速力上位じゃないかなと思ってますというところで、まあジェットモーションとかも人気になりそうですけど、ちょっと後方からなりそうかな。ここでの1008での小回りの機動力スピードというところで、今挙げた馬の方が分があるんじゃないかなというところですね。本当に難しいショート数のところではあるものの難解なレースに間違いないですね。ただここは一発狙ってちょっと、人気と穴馬この2頭でいきます。では4レース目 CBC 賞小倉芝 1200m、 このレースがねちょっと、まあ、過去違う中京っていうのもあって、あくまでレースの傾向というかこの舞台の傾向になりますけどね、そんなこんな大体小倉の芝戦に特徴ですね。今回に関してはショートオスなので外枠でも気にしなくていいと思います。ポイント、ここは一応平均ペース想定とは書きました。ピクシーナイトとかヨカヨカの先行争いが想定されてるんですけど、ピクシーナイトもそんなにめちゃくちゃ出が早いとかスプリント適性が高いかというとそうではないので、出のスタートの出方次第ではもちろんいけない控えるという方法が考えられます。ヨカヨカに関してもちょっと2走スタートがここ良くないので、必ずしも逃げるタイプではない、まして前走を刺して結果を出しているので無理していくことはしないでしょう。でそう考えた時に、まあ、人気薄でもあるし軽量なのでプリカジュールが行ったりとか、ファストホースが行ったりとかビオグラフィーあたりが先手を取っていくと読んだ方が、まあ、すんなり筋なのかなという気がします。馬場的なことを言うと土曜日めちゃくちゃ高速馬場でしたね、まあ、笑っちゃうぐらいの決着で1002で1分6秒4レコード出てましたが、そんなね超速レコードを2勝クラスで出されていいのか出していいのかっていうね、まあ、それは失礼な話であるんですけど、いいんでしょうかねって、そのねオープンとかのレースで出なくて、まあまあそれはしょうがないんですけど、2000m もバンバン下級クラスで1分57秒5とか出てましたし、まあすごい早い馬場に仕上げられたなと思います。ただと日曜日雨の予報で八重重とか重の可能性は十分あると思います。それでももしかしたら天気予報を見ると降らない可能性もこらえる可能性もあって、量から八重重っていう想定をしております。でここは人気は外を揃ったところがポイントですかね。ヨカヨカ、アウィルアウェイ、ピクシーナイトというところなんですけど、今回はこの2頭です。まずビオグラフィー、前走まあね昇級戦事実というところであの競馬悪くなかったと思います。もちろんすんなりいけたっていうのはあるとは思うんですけど、結果0秒33、5着、そして1002でなく1004でそこまで粘ったところは評価したいと思います。今回距離延長は歓迎だと思いますし、馬場不問で 2,3 走前道裏で勝ってるのは魅力ですね。そのあたりで期待はしたいと思います。ただ唯一の不安、前走マイナス10キロで
まあ、関東遠征されてあれだけ構想するとちょっと反動とか、ね、疲れというのが不安だと思います。だからこそ生で見られる人は馬体重を見てから買うべきだと思うんですけれども、一応体重とか調子は維持できているという前提のもとでこの動画ではビオグラフィーにしたいと思います。そしてもう一頭、名称チタン、まあもちろんね、強いまま外にいるんですけども、先行勢とか、まあ、逃げずとも 4,5 番って後位から抜け出しができそうだということで名称チタンを押したいですね。阪急杯、ダービー強、チャレンジトロフィーの内容から、まあ、ハンデ戦であれば G3 でも太刀打ちできるんじゃないかなと思ってます。ここにそう厳しいペースを後位から競馬してましたし、特に前走は1004で、前に行ったのは厳しかったと思います。その中でまあ上々の競馬じゃないかなと思います。ここは、まあ、逃げ馬を行かせて 4,5 番手とか、そんな位置を期待して直線抜け出ししてくれたらなと思ってます。まあ、人気馬でいうと、まあ、よかよか、まあ、条件揃えすぎた感があって、51キロでね、もういかにも勝ってくださいって言わんばかりなんですけど、逆にこういう時勝たないのが競馬だよなと思います。まあ、2、3着の可能性、馬券圏内の率は極めて高いとは思うんですけども、ちょっとねそこは気になってというところで、アウェイも勘に関しては非常に能力は高いです。スプリンターステークス G1 3着、去年の秋のところから今回のメンツで言えば間違いなく上位でしょう。ただやっぱり後方に置かれてしまうっていうのと、3ヶ月の休み明け、開幕週道悪になるところも含めても、まあ 2,3 着最後追い込んできて 2,3 着かなという気がします。で、体制ビジョンに関してもなんかどうも戦2でっていうのがピンとこない。2歳の時2歳ステークス函館、2着は来てるんですけど、それ以来ずっとやっぱり1004、1006使われてきて、この時期に久々の戦2っていうのもちょっとそこで即対応できるかなっていうのもありますしね。まあ、57キロのところと再打ち引いてあんまりいけないと、ちょっとどうかなっていうのを踏まえての買わずですね。まあ戦ってきた相手とか考えると、体制ビジョン、アービル、アウェイなんですけれども、ここはこの2頭でいきます。ではラスト、ラジオ日経賞福島芝1008、過去9年意外と固めですね。1から3番人気6勝、4コーナー5番手以内、内枠入りというのがポイントになります。今回の今年のポイント、馬場はやや重から重かなと思います。なんか結構振り出しが早ければ重になってしまう可能性もあって、少なくともちょっと量のパンパンの量は望めないと考えてます。それでも傾向として、そしてこのレースのこのコースの特徴からして、一桁馬番どちらにしろ大外外枠の方は厳しいのかなと思います。なおかつある程度の位置からしぶとく足を使える、瞬発型ではなく持続型、まあ小回りに対応しつつある程度の位置で進められる馬がいいんじゃないかと思います。でここはいろいろ迷いましたが、シュバリエローズでいきたいです。まあ、確かにちょっとね、道悪とか、タフな場はどうかなっていうのは不安ではあります。ただホープルステークスで時計のかかる場で5着、まあ、十分走ってる部類ではないでしょうか。そして若葉ステークス2着、皐月賞11着というところから、まあ、王道路線を歩んできた。だけどその G1 ではちょい足りず、中央場所ではちょい足りずという成績が、まあ、このラジオ日経賞に当てはまってくる、ピタリとくるんじゃないかなと思ってます。ディープインパクト3区ではあるものの、ボケを見れば、ヨーロッパ型が含まれていて、タフな展開ババなってもいけるんじゃないかなと思います。なおかつ前走ちょっと後ろすぎたみたいなコメントも陣営がしているので、ここはある程度勝ちを意識できる位置から競馬を進めるんじゃないかと。吉田隼人騎手ですので、その後の辺は考えて乗ってくれるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、動画、昨日の予想動画で本命したボーデンですね。この馬はやっぱり2走前の未勝利がめちゃくちゃ強かったのと、スプリングステークスの内容が強かったですよね。本来そんなに道悪は良くないタイプだと思うんですけど、終始馬場の悪かった内目を通って直線も内をついての3着、
これは外を回して伸びてきた1インチ白馬よりババの通ったとこ、ババの振りを考えたらボーデンが強かったと思います。まあそれを踏まえての本命にしたんですけど、なんかね、勝ち切るかって言われるとどうも2、3着集がしまして、なんですかね、まあもちろんその強さはあるんですけど、もう最後は第6巻になりますかね、2、3着、という気が頭をよぎって今回は選びませんでした。で、まあ、浅間のいたずらももちろん道悪適性があって、スプリングステークス2着があって、というところ、そして内箱も引いたし魅力ですね。56キロのハンデと人気の馬で島田純次がすんなりと初重賞なるかというと、どうも出来すぎではないかというところでね、ちょっと気になりました。まあもちろんね、島田純次の初重賞制覇は見たいですね、応援はしますけれども、ちょっと今回ではないんじゃないかなという気がします。でバイスメテオロについてはもちろんいい競馬はするでしょうけど、ちょっと逆に出遅れ癖プラス差し客室でこの内枠がさばきづらいんではないかというところで選びませんでした。ただね、2走前みたいに渋ったは得意ですし、まあ、来る可能性も十分ありますねというところですか。あと動画で取り上げたノースブリッジなんかもいいんですけど、なんか結構人気になっちゃってる感じがしてね、前走惨敗の前にかなり人気集めてるんで、逆に嫌いたいのかなっていう気もしますね。そして、リッケンバッカーとか、動画では実は中央場所でね、芝1006、東京とか阪神の直線の長いコースで末脚を生かして伸びてきたタイプはこの舞台の適性とちょっと違うんじゃないかということでバッサリ切ってしまったんですけど、まあね、まあ来られたらしょうがないですね。僕はそういう読みをしてリッケンバッカー入れなかったので、ずっと戦力走ってますしね、直線の長いコースでというところなので、今回のこのコーナー4回、そして持続型になりそうな、ラップの流れとか足の使い方も違うレースになる今回だろうはもう思い切って無重心したんですけども、G1 4着の実績はもちろん怖いです。だけども潔く今回は来たら仕方ないという感じですね。というところでいろいろ踏まえていくと、最終的にまあどうかなっていう不安を本当半信半疑あるんですけど、シュバレーローズに行き着きますね。本当にどの馬が勝ってもおかしくない、まあ、ロードトゥーフェイムも道悪得意の、福島も初めてだけど合いそうだし、というところ、難しいですよね。何か勝ってもおかしくない、だからこのレースはね、単勝を買うべきじゃない、もうね、身も蓋もないこと言っちゃいますけど、ミスター身も蓋もないことを言う男っていうなんかニックネームつけられちゃいそうですけどね、僕はね。でも本当に少なくても勝負レースにすべきではないレースですね、このラジオ日経賞はね。まあ、というところでいろいろ語りすぎて長くなりましたが、ここはシュバレールホースで行ってみたいと思います。以上、今回も16点、36点とかね、買ってみようかなとかいろいろ思いつつも、今週は難しいからやっぱおとなしく16点にしとこうかなみたいなね、感じが、いろんな思いが交錯しつつの今週のウィン5でした。では今週も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。非常に長くなりましたね、本当にいつも最後まで見てくださる方ありがとうございます。また来週も動画を出していきますのでよろしくお願いします。ではまた。